江戸川乱歩夜の恐怖夜の恐怖の長梁を1861年の秋からパリの闇の世に開く花は一輪一輪積み切られていったその年の10月12日ジェーンという 裏町の闇に咲く魔性の若い女が第一の犠牲に挙げられた彼女は前夜暗い町の辻から一人の男を連れ帰ったがそれっきり翌朝男が帰っても寝室から出てこなかった彼女は首をかき切られ死体となっていたのである次はマグリットという同じ魔性の女が 第二の犠牲に選ばれた。マグリットもジェーンと同様考察された上首に刃物を当てられていたそれから1年半を経た1864年の2月2日にレモエという女が同様の方法手段で第3の犠牲にされた警察に報告されたのはそれだけであるししかし犯人が、 斧をくぐって色を売る魔性の女のみを襲うものだとしたら被害者の彼女たちは自分らの恐れるところの警察に届けることを躊躇するのは容易にうなずけることであって本当の被害はそれ以上にどれほど多かったかそれは想像にかくないエレンなどもその一例であるエレンというのはむろんパリの町裏に こびとおしろいのにおいを振りまく夜開く花であるおい闇の中から太い男の含み声が街角の家の陰に隠れていたエレンの耳に入ったエレンはその男が闇を縫うて自分に近づいてくるのを知っていたそして男が何を求めて自分に近づいてきたのかも知っていたと エレンは信じていたしかしそれはエレンの月並みな考えでその特別の男の心はもっともっとエレンの想像もつかないものを望んでいたのである私の家でで遊んでいいららっしゃらない家の陰から出たエレンはそう言って下から男の顔を覗いたが闇と 深くかぶった男の帽子に遮られてよく分からなかったエレンは骨の硬いかもとも知らずにその男と腕を組んで自分の家の方へ帰りかけたがある広い通りに出た時そこの街角の街灯の光でちらっと男の顔を見て危うく恐怖の叫びを上げようとしたのをやっと自制したその顔の なんとものすごく醜いことよ。落ちくぼんだその目は邪悪に輝き鉛色によどんだ艶のない方には大きな傷跡が斜めにちょうど毛虫の張ったようについている。そして街角を曲がるとその男はまるで幽霊のように何の足跡も立てず一口も口をきかず しんねりむっつりエレンのあとからついてきたエレンは後悔したいや後悔どころではないその不気味な男が自分の後ろから彼の吐く息が自分の遅れ気にかかるほども身近に寄り添ってくっついているかと思うともううわっと叫んで駆け出したいような何ともかとも言いようのない恐怖にとらわれた しかし足が萎えて言うことを聞かなかったとうとうエレンはいやいやながら自分の家にその不気味な男を連れ込んだそうしてしばらく自分の部屋の寝室に男を寝かすと急いで会画におり主婦の部屋のドアを叩いた「誰エレンさんお入り」入ってきたエレンの顔色を見た主婦は びっくりしたように目を見開いていったもうエレンさんどうしたのそのあなたの顔色ったらあっあ怖い,いエレンは気を落ち着けるように大きな息をして続けた私妙なお客を連れてきたのとてもすごいお客よ目のギョロッと底光りする頬に大きな傷跡のあるまあ なんというかお化けそうよお化けよ <laughs> そこで彼女はヒステリックに笑ったでもそんなことはしようがないわね商売なんだからそう言いながら女将は宙に瞳を凝らしていたが何を思い浮かべたのか急に物におびえたように身を震わし エレンの顔をじっと見つめながら声を潜めてささやいた「ねえエレンさんその男をもしかあの夜の恐怖じゃないえお女の言葉にエレンはかけていた椅子から飛び上がった夜の恐怖ですって夜の恐怖とは何か だももそののたをつかんだものはなかったが、1861年の秋からパリの闇に咲く花を一輪一輪最も無残な方法をもって摘み取っていた凶悪無残な絵馬に与えた恐ろしい名前だったああ私怖くなってきたわおかみさんたらそんなことを言って脅かすんだもの私 もう、断ってしまおうかしら。でも、こんな不景気な時なんだからね。誰だっていいやね。いちいちより好みしたんじゃ、からきしお客なぞありゃしないからね。ま、我慢するんだね。それに、夜の恐怖だって、こっちで用心していりゃ、何もそう怖がることはないさ。それも、そうだわね。 女将に力づけられたのと、1つには金に対する執着とでエレンは決心するもののように言った。じゃあ私行くわ。それでね。女将さん、これを預かっておいてくれない。ひょっとして盗まれでもしたらつまんないから。それでもまだ不安があったと見えて、エレンはいくらかの持っていた金を女将に預けた。 そしてそれでやっと安心したというふうで意味ありげにおかみの顔を見てにっこり笑いながら2階に上がっていったおかみもいくらか気になるのでじっと2階の気配をうかがっていたがしばらくの間は何の物音も聞こえなかった30分ほどたったと思われる頃突然エレンの部屋から激しい物音がした同時に 絹を割くような甲高いエレンの恐怖の叫びが静かな夜の空気を破って耳を澄ましていた女将の耳に入ってきたあれ助けて、人殺し。主婦はちょっとの間どうしようかと思案していたがやがて心を決めると慌てて階段を駆け上がっていった女将が息を切りながら エレンの部屋の前に駆けつけてドアを開けようとした瞬間ドアは不意に内側から邪剣に開けられて一人の男が出会い頭に女将を突き飛ばして転げるように階段を駆け下りて逃げ去った主婦がハッと思った時にはその魔のような影はもう開花の闇に飲まれていた主婦はとっさにエレンはやられたなと思った あのエレンの断末魔の叫びのような不気味な声はおかみの耳に焼きつくように残っていたがしかし勇気を出しておかみがエレンの部屋をのぞくと白い寝巻きはズタズタに引き裂かれ頭は驚に満たれて床の上にぐったり倒れてはいたが恐怖のために失神しているだけでエレンの命には別条なかったカイマはエレンの叫びに 最後の目的を遂げずに逃げたものと見える。エレンさん、しっかりやさい。どこも怪我をしていませんよ。エレンさん、エレンさん。主婦の解放で気を失っていたエレンはまもなく小気づいた。ああ、おかみさんなの。ああ、びっくりしたわ。まあどうなるかと思って。ねえ おかみさん、今のはあれよあれよ夜の恐怖よやっぱりえ夜の恐怖ですって今度はオカミが目を丸くして驚いたええ、そうよ夜の恐怖よいきなりあたしの喉を締めつけようとしたのでも 私初めから用心していたので力いっぱい抵抗したのそして大声で怒鳴ったのそれでやっと助かったんだわでも怖かったわ私あんな怖かったことないわそうしてまだ身近に隠れてでもいるかのようにエレンはこわごわ辺りを見回したそうでもよかったわね どこにも怪我がなくて。そうだわ早くこのことを警察へ知らせましょうまだおびえたようにエレンは辺りをキョロキョロ見回しながらすっくと立ち上がった。警察だってとんでもないエレンさんしっかり惜しいよ今ので頭がどうかしたんだね考えてもごらんうっかりしたことを言いに行ったら。 それこそ夜の恐怖どころかこっちが危ないよああそうだったわね大方の被害者がこういう調子だったから警察当局もそのいわゆる夜の恐怖なるものの尻尾をつかむに骨が折れたそして実際の被害数もよくは分からなかった従って夜の恐怖は時とところを選ばず その黒い魔の手を欲しいままに伸ばすことができたパリの闇の色町にばっこの限りを尽くしていたパリ市民ことに闇に救う化粧の女たちは限りない不安に襲われた警察の無能を通撃する声が次第に高くなってきた当時パリ警察の探偵長であったクロード氏は この幽霊のような会話の調量を断じて次のような10回を漏らしたこのごろ夜のちまたに出没して若い女それも特に選んで夜の闇に春を売る若い女のみを襲う犯人はおそらく日中は常人と何ら異なるところなく立派にパリ市民として生活しているものにそういない彼がもしそうでないとすれば 我々は容易に何らかの端調をつかむべきであるしかし核のごとく我々がいたずらに暗中模索に疲れて犯人の片をだにつかみえないのは彼がまれに見る変態性欲者でしかも公民として何ら怪しまれぬ生活をしているのにそういないで我々は偶然を待って彼を捕獲するより もっかのところ方法はないのであるクロード氏の十回はとにかくさらに魔の手は伸びて4月15日には第4の犠牲者を出した彼女ジュリーという女であるの死体を最初に発見したのはかねてその日に彼女の荷物を他へ運搬するため依頼されていた運送屋である運送屋は 他へ転居する彼女の荷物を受け取りに行って彼女の部屋に彼女の半裸体の死骸を発見したのであるしかもその死体は死後3日を経過していた次に第5の犠牲者はマリーという女で彼女は8月11日の朝同様の方法で殺害されているのが発見された一人一人 ののくしかも彼は何らの書籍も残さないパリ市民の不安はいよいよ大きくなってきた腕のれ続いてその年の11月6日の朝ゴミゴミしたバスへのある建物の中で。 第六番目の犠牲者を出した。その建物の掃除婦が入り口の掃除を終えて建物の中へ入ろうとするのを後から呼び止めた男があった。明治夫人はいるかね。ああ、明治さんですか。いらっしゃるでしょう。あ、明治さんといえば、今ここで明治さんの鍵を拾ったのですがね。お会いになったらこの鍵を渡してください。 掃除婦はその男が明治夫人を23度訪ねてきたことがあるのでよく顔を知っていた鍵を受け取った男は階段を上っていったがやっと明治夫人の部屋に着いたと思われる頃「大変だ!と」と男の怒鳴る声が聞こえてきた掃除婦はびっくりして階段を駆け上がっていった見ると 明治夫人の部屋の入り口のところに今の男が恐怖に青ざめた顔をして突っ立っていたその男の視線をたどって中をのぞいて掃除婦はあまりのありさまに思わず後ずさりした部屋の中一面血潮に彩られ床の上には明治夫人と10歳になる女の子が明けに染まって倒れていた かなり激しい格闘をしたと見えて彼女の衣服は寸断されそして親子は顔と言わず体と言わずめちゃくちゃに切り刻まれていたその惨状は全く目を覆わしめるものだった早朝であったからでもあろうがこのような惨劇があったにもかかわらず誰も犯人の姿を見たものはなくまた 手がかりになるようなものも何一つ残していなかった。が、ただ一つ、明治夫人の指から二個の指輪を奪っていることが判明した。しかし、この明治殺害事件のためにようやく警察は犯人の人数、風調を知ることができたのである。というのは、先の被害者エレンと今一人ジョセフィンという。 これも今まで知られていなかったやはり夜の恐怖のためにやられた女が2人警察に出頭して夜の恐怖に襲われた当時の状況を話したからであるなおここに最も重大なるはジョセフィンの言った言葉である彼女は言うのだった私が土曜日の夜11時頃セント・マグリット通りを歩いていますと 後ろから一人の男が呼びかけまして「お前のうちへ行こう」と言いましてゆえ私はその男を連れて自分の家に帰りましたがうちに帰ってからその男の様子や顔を見ますととても気味が悪くてもう一刻もその男のそばにいるのがおっかなかったものですから宿のおかみさんにうまく計らってもらって私は裏口から逃げたのでございます。 そしてその男の人相を述べたがそれはエレンの申し立てと不説を合わしていたその上ジョセフィンは非常に有力な手がかりを付け加えた頬の傷も気味悪かったのですがもっと不気味だったのは左の腕にあった入れ墨です花が一輪掘ってあってその下に不運なる星のもとに生まれる といいう文字がはっきりり書いてありました。そしてその星のところは黒い星形が彫ってあったのです裏口から逃げた私は暗い路地を通って表へ回り闇の往来を透かして見ていますとその男はもう私の部屋から出てきていて町の角で明治夫人と立ち話をしていましたそして2人はやがて 明治夫人の宿の神戸へ歩いて行きましたついに終幕レベック街五十四番地の家主マロソーはマリーが一人の男を連れて二階に上がっていく後ろ姿を見た。マリーというのは。 やはりマグリット通りに住む闇に跳躍する魔性の者のと同じ種類の女であったがこの家主のマロソーを旦那に持って決まった毎月の補助を受けていたのでいくらか裕福に暮らしていたマロソーはその日の夕方マリーが男を連れ込んだのを見るといまいましそうに舌打ちして家を出て友達のところへ行った彼はいまいましかったが苦情は言えなかった つき決めの手当てはしていたが彼女の全てを支配する権利は彼にはなかったのである彼が家に帰ってきたのは12時半頃であったマロソーはその足ですぐマリーの部屋を訪れ軽くドアをたたいたが返事がないのでそっと戸を開けて中を覗いてみたとさっきマリーが連れてきた男が鏡の前でネクタイを結んでいる姿が見えたのでびっくりし 慌てて自分の部屋に帰ってきたしばらくたってもうあの男も帰っただろうと思われる頃彼は再びマリーの部屋を訪れたドアをたたいたがやっぱり返事がないので彼はまたそっとドアを開けてみたすると彼が腰を抜かさんばかりに驚いたことには彼の目の前の床の上へ喉をえぐられたマリーが 死体となって仰向けに倒れていたのであるま一文字に切られた喉は赤く大きな口を開いて赤黒い血潮がドロドロと白い首から床の絨毯の上へ流れ落ちていた絞殺された後首をかき切られたと見えて顔は紫色に腫れ上がっている。 寝台からは鮮血にまみれた敷布がだらりと床の上に垂れ下がって一層犯行のものすごさを語っているタンスの引き出しはこじ開けられて中に入れてあった宝石や金貨が噴出していた犯人は犯行後手を洗ったと見えて洗面器の水が炭鉱色に彩られていたがこれは犯人の沈着さを物語っていた だが今度はこの沈着で抜け目のない犯人もたった一つ手ぬかりをやったこれだけの犯行をあえてしながら誰にも姿を見せずに逃亡したのはこれまでどおり彼の素晴らしい度胸と敏傷のためであって今度も今までと同じであったが今度はこれほど綿密で用意周到な犯人にも似合わず 大事な凶器を忘れていったのであるそれは非常に重大な手がかりと言わなければならないのであるがしかしその凶器のカミソリはごくありふれた品で到底手がかりとする価値のないものであっただが盗まれた宝石と百フランの金貨は犯人の足跡をたどる鎖となるかもしれぬと考えられたが もうその必要はなかったそれから3日たったからりと晴れた日の午後彼夜の恐怖はまたも今度は貸しを変えてデルフィー街の美ー夫人を襲ってついに捕らわれることとなったのである美ー夫人が画質で制作に没頭していると部屋のベルが鳴って来客のあることを告げた 入ってきた男はかねて顔なじみのセーヌ通りの額縁屋に働いている男だったこんにちは奥さんあのー、ひょっとして金づちを忘れてはいなかったでしょうか確かこの前お伺いした時に忘れていったと思いますがちょっと探してもいいでしょうかああどうぞ私ちっとも気がつかなかったですがそんなことでしたら どうぞおお勝手にお探しな峰夫人は言いながらもうカンバスに向かっていたすると突然男は入り口のドアの鍵をかけそばにあった掛け布団を夫人の後ろからすっぽりかぶらせたそして片手を夫人の口に当て片手で喉を閉めようとしたはっと思った夫人は。 慌てて夫人の口を塞ごうとして口の中へ滑り込んだ男の中指を思わずくわっと噛み切った悲鳴に似た苦痛のうめきが男の唇をついて出た男はひるんだそして夫人を締め付けていた手の力が抜けたその隙に夫人は大声でわめいて救いを求めたしかしくせ者も躊躇していなかった しくじったと悟ると閉めてあったドアを開けて廊下に出たそこへ夫人の叫びで臨室の画家が駆けつけてきたああ別にご心配なさることはありません夫人は急病らしいので私はこれから医者を呼びに行ってきますくせ者はあっけに取られている画家に何気なく言って悠々と階段を下りていった くせ者の,の姿が階段を降りきったころ部屋の中から「捕まえてくださいくせ者です早く!と」とあえぐような夫人の叫びが聞こえてきたさてはと思った画家はこれもまた夫人が叫んだと同じようなことを叫びながらくせ者を追跡したと降りよく 向こうの街角から巡回の警官がこちらの方へ向かってやってきた。警官の姿を見ると、画家はまた大声で叫んだ。くせモノです。そこへ逃げてゆくのがクセモノです。捕まえてください。叫ぶまでもなかった。警官は街角を曲がったとき、もうクセものの姿を認めていた。 警官がさっと身をかがめて足をすくうとくせ者は体の中心を失ってうつむけに倒れてしまったそしてついに捕らえられたミデー夫人殺害未遂で捕らえられた男は左腕の入れ墨によって彼が一世を共闘させた夜の恐怖であることが知れたかくてクロード探偵長の待っていた偶然によって ついに夜の恐怖は捕らえられたのであったそして1886年6月28日死刑を宣告され3週間目に刑を執行された今まで隠されていた彼の生命はようやく明らかとなった彼はジョセフ・フィリップという独身者であった